中国はほんと急速に軍備増強していっているね。極超音速滑空兵器の発射実験までやり始めたみたいだからな。軍事費に投入するお金があるなら、もう少し国民の貧富の差を埋めるように努力した方がいいんじゃないかな。ただでさえ国民の数が多いのに。多いからこそ、軍事力で資源を奪おうって腹積もりかもな。住民理事国が聞いてあびれるぜ。そうだね。さて今回は中国の極超音速滑空兵器と、アメリカが開発中のレーザー兵器について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年8月に中国で実施されたという極超音速滑空対兵器の発射実験は、南シナ海の洋上に置かれた標的に直接命中したわけではないものの、アメリカ側の関係者の間に強い驚きと衝撃を与えたと伝えられていたよ。その理由についてイギリスのフィナンシャルタイムズは2021年11月21日付の記事で、この時の中国の極超音速滑空対兵器は標的に極超音速で接近している状態で、さらに別の積載物を発射したためだと説明しているね。ただでさえ音速の5倍以上の速度と見られる中国の極超音速滑空兵器に対し、迎撃は容易ではないと考えられていた中でその極超音速滑空兵器から別の積載物が発射されたという事態は、迎撃の難易度がさらに上昇することを意味するんだ。アメリカ側では中国が誇示した技術を有していることを全く把握していなかったことから、単なる極超音速滑空対兵器の発射実験という枠を超えて、この偽装を許しき事態だと認識しているということなのだろうな。このような中国の極超音速滑空対兵器の状況を鑑みると、これまでにある物理的な迎撃用のミサイルでの対処がかなり困難なのだろうと予想され、アメリカが開発を進めているレーザー兵器の実用化を急ぐんじゃないか。これまでアメリカのレーザー兵器の開発状況については、2020年5月にサンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の11番艦であるポートランドが、太平洋上で小型ドローンの撃墜に成功したことが伝えられているよ。サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦ってどんな輸送揚陸艦なの？サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦はアメリカ海軍の同カテゴリーでは最新鋭の艦艇で、基準排水量19,208トン、満載排水量25,883トン、全長 208.5メートル、全幅 31.9メートルの艦隊を持ち、2006年から11隻が就役中となっているね。2021年時点でのサンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の中で最も新しい11番艦ポートランドには、テスト用のレーザー兵器 LWSD マーク2モッドレーが搭載されており、先の小型ドローン撃墜の映像もインターネット上で視聴可能だぜ。その映像では本来は人間の目では見えないレーザー兵器の航跡が可視化されており、ポートランドからレーザー兵器を発射する瞬間の激しい閃光や、標的とされた小型ドローンが炎上する様子を確認することができるみたいだね。ポートランドが搭載するレーザー兵器 LWSD マーク2モッドレイは、アメリカの航空軍需産業大手のノースロップ・グラマン社が開発した出力 150kW を誇る、ソリッドステートレーザーを用いる方式なんだって。これより以前にもアメリカ海軍ではトレントン級ドック型輸送揚陸艦の2番艦ポンスに、ラウスと呼ばれるレーザー砲を試験的に搭載していたが、こちらは最大出力が 30kW と LWSD マーク2モッドレイに比べればはるかに少なかったみたい。アメリカの国防総省ペンタゴンは2020年4月の議会に対する報告の中で、レーザー兵器による空対艦艦対艦地対艦などの各種ミサイルの迎撃用には、300kW 以上の出力が不可欠だと指摘しており、LWSD マーク2モッドレイはさらなる強化が見込まれるね。すでに LWSD マーク2モッドレイの 150kW とされる出力でも、小型のみならず大型ドローンや一部の対艦ミサイル、または小型の艦艇への有効な攻撃も可能と見られており、目標とする 300kW 以上の出力が可能になれば新型の建設防御兵器となり得るだろうな。これらポートランドの LWSD マーク2モッドレイやポンスのラウスといったレーザー兵器は、水上戦闘艦艇に搭載する新たな近接防御兵器でかつ、一部では攻撃用途にも使用可能な兵装となるものだが、航空機搭載用の同様な兵器の開発も行われているらしいよ。どこの会社が開発を始めているのかな？この航空機用のレーザー兵器の開発に取り組んでいるのは、アメリカ空軍と F-35 ライトニング2を擁するロッキード・マーチン社であり、
それは TALWS タクティカルエアボーンレーザーウェポンシステムと呼ばれている兵器なんだ。やっぱりロッキード社は外せないね。この TALWS をアメリカ空軍とロッキードマーチン社とは2025年前後での実用化を目指して開発中だとされており、空対空艦対空地対空等の時期に向け発射された敵ミサイルを迎撃する兵装として戦闘機への実装を目指しているよ。戦術の弱みロッキードマーチン社といえば高度なステルス性能を有する F-35 ライトニング2で特に有名だが、ここで開発が進められている TALWS はそうしたステルス性能を持たない、第4世代戦闘機の防御用にまず実装する予定のようだぜ。具体的にはこれらアメリカ空軍が運用中の第4世代戦闘機として、F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンを対象としている模様で、これらの機体に後付けで取り付けるボットマウント形式での運用が起こされている状況みたいだな。 F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン等の第4世代戦闘機は、言うまでもなく F-35 ライトニング2のような第5世代戦闘機に比べて、敵のレーダーセンサ類に捕捉される可能性が高く、したがって対空ミサイルの標的にされる確率も高いんだ。そのため従来敵の対空ミサイルによる攻撃にさらされた場合、F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン等の第4世代戦闘機は、これまでは大まかには3通りの対処方法を駆使してそれらの対空ミサイルを回避する手法が唱えられていたよ。その一つ目は操縦者の技量によって追尾を振り切ること。二つ目は発光弾頭への投射によって赤外線探知を妨害すること。三つ目はキャスと呼ばれるアルミの破片を散布しレーダー誘導を妨害することであり、これらを複合的に組み合わせることで回避を行おうというものだな。こうした F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン等の第4世代戦闘機における、受動的な敵の対空ミサイルへの対処が、TALWS を実用化することで能動的な防御へと変化し、自分の制空権が担保されていない空域でも再びこれらの機体の戦力化をもたらすのだろうと言われているぜ。TALWS は搭載する機体のエンジンを通じて必要な電力を確保し、ボットマウント形式であるため他の兵装等の搭載には一部スペース的な制約も生じるものの、物理的な機関砲などのように弾薬数を考慮することなく用いることが可能になると期待されているね。こうした TALWS の想定される使用状況を思い浮かべれば、まず実装が優先されるであろう第4世代戦闘機にとってかなり理想的な兵装であると感じられるが、無論実用化には超えなければならないハードルもまだまだ多いんだ。どんな問題点があるの？TALWS はレーザー兵器であるがゆえに現状ある機関砲や空対空ミサイルのような物理的な質量と破壊力を持った兵装と異なり、使用下の気象状況によって例えば水蒸気などが大気中に多ければ効果が減少してしまうことが避けられないんだぜ。また迎撃しようとする対空ミサイルとの距離が遠ければレーザー自体の威力はやはり弱まってしまうという特性があり、かつある一定の時間を通じて標的への照射を継続できなければ、破壊にまで至らない可能性が非常に高くなると予想されているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。